はい、やってまいりました。ファミツエブリビリポッドキャスティングのお時間でございます。私、石川根室の鈴木でございます。はい、ファミツエブ DVD 編集長、ルパン小島です。はい、私、今日仕事上試写会を2本はしごしてきまして、おうおう、1本目はカイジを見まして、はいはいはい、これが面白かったと。あ、そうなんだ。これが非常にちゃんとできていまして、邦画、仕事の絡みで見なきゃいけない邦画はことごとく外れることが多いんですが、なるほどね。あれは日テレが結構お金をかけてちゃんと作って、脇を固める香川照之と天海祐希の演技が素晴らしいと、うーん、いうような作品で、原作もちょうどキリのいい、あのいいカードまでのところでスパッとまとめやすいところで切ってあるんで、なかなか面白くよくできていたと。もう一本見たやつが、久々にもう試写室で椅子蹴っ飛ばして、うわーつまんねーって言って出てきたいぐらい、つまんなかったです。だタイトルは言えないですけど、もうねー、で試写終わるとさ、みんなで見た人がゾロゾロってエレベーターに乗るでしょ、そのエレベーターの中でつまんねーって絶叫したら、みんな笑うだろうなっていうぐらい、みんな無言で静かに、静と出てきた。いや、今思い出しただけでもう、もっと、もやもやと、久々にきついもん見ましたね。麻雀やるんだっけ？俺高校生の時すげえやつよ。俺ね、だから麻雀が結構そのあれってさ、結構その友達同士でこうなんつうんだろう、お金をこう取り合う的な、まあね、あるじゃない。まあ金額の代償があるんだけど、そうかけちゃいけないんですけどね、本当は。まあかけてはないまでも、あれがちょっと苦手で。なんで？ゲームのチップですよ、だからあくまで。いや、あのやってなかったわけじゃなくて、それなりに教えてもらいながらちょっとやってたんだけど、学生時代2回か3回か喧嘩したんだよね、本当にガチで。その取った取らないみたいな感じで、取った取らない、まあだからそのお金的な、まあ何かを、その負けたのにお前なんで支払わねえんだよみたいな感じになって、ああ後で今度払うわで、そうだって俺の高校の時熱かったのが、高校の時だけど、まあ皆さん競馬を、府中競馬場近いもんで、府中東高校たしなんでて、誰か行くっていうグループに行かないやつが、じゃあなんとかなんとか馬券を買ってくれと、それが当たったと、頼まれたやつが買ってないっていうのになって、もう揉めてたもん。で当たっちゃったりしてんでしょ、だそうだね。言って、ごめん。いやでもだから結局そういうことそういうことだよ。お前さ、そんなに人の話を聞いてねえやつが、よくお前サーバーの話で人にさなんでふてられんな、お前なんで俺の言ってることが分かんねえんだぐらいのことを言うけどじゃあそのびっくりするわ、それたまたまかぶっちゃったんだよ、その確認、相槌の仕方がまずかったんだよな、あーっていうのは、あーだっちゃったねっていうのをたまたま言っちゃったんだよ。で、言い訳すんじゃん、そうやって。だから悪かった。でも分かる、すごい分かる。でもなんでサーバー減らされなきゃいけねえんだよ、お前。だそれは言っただろ先週も。まあいいよ、もういいか。タイトルコール。はい、なんだなんだろうな。桑原くんが今まで見た許せない邦画ベスト3を。邦画。俺一個だけ許せないのがあって、あ、じゃあそれの、タイトルと許せない部分をダダダーンと強めに雷のように落としてタイトルコールいきましょうか。あ、じゃああっちにします。あっち、はい、どっちでいいですか。はい、いきます。はい、はい、3、2、私今一番憤慨に思っていることは、スティーブン・セガールの最近の映画がひどすぎる。本当にひどい。もう頭に俺全部見てるんですよ、シリーズ沈黙シリーズも全部出たらとりあえず全部見るんですよ。もう目に見えてどんどんひどくなって、日本のやつあったじゃないですか、セガールに出た、なんだっけ、キム兄とかが CM してた、何したっけあれ、ライジングなんとかみたいな、あれとかからもう目に見えてひどくなって、もうなんですか、もうなんかどっから出てきたその日本人とか、そのなんですか、もう話が全く繋がってないんですよ。もうジャンプしまくりで、ちょっともうなんか話つながってないし、セガールも年取っちゃってもう何も戦わないしみたいな、そういうなんですか、感じがもういつも僕イライラしてます。でも僕は最後まで、死ぬまで見届けようと思っております。
ファミズムジュイポッドキャスト156回目絶賛発売中、ファミ通エブリィウィリー10月号内容紹介をお届けしたいと思います、はい、まあ、今日発売ですね。本日発売ですね。出たばかりでございます、はい、地域によっては遅れがあるやも知れませんが、はい、最新号の内容紹介をルパンさんお願いします。はい、ファミ通エブリィウィリー10月号、今回は、男前と、女前、ファイナルファンタジー14というですね、最新の、MMORPG が、先月の E3 ですね。男前と女前は何の話だったんですか。まあいい男といい女が、ラジオなんで、そうですね、いい女といい男が、表紙ジャケットに、盛り込まれてますが、これが、ファイナルファンタジー14というゲームの、プレイヤーキャラになる、キャラですね。名前は、はい、こちらはですね、名前は、まあ、プレイヤーが名前になるから、まあ、種族的には、あ、14ってオンラインですか。そうです、FF11 の、チームが作ってる。あ、そうか、オンライン名前ないのか、プレイヤーキャラに。そう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 、まあ、種族名とかはあるんだけど、はいはい、まあ、その辺の情報とかももう徐々に出始めてると思うんですが、こちらで、この、プロデューサーを務める、ファイナルファンタジー14のプロデューサーを務める、田中博道プロデューサー、うんうんうん、こちらと、うちの、社長ですね、エンターブレイヤーの社長、社長出ちゃった、ついに浜村さん、浜村通信がですね、昔これ知ってるリスナーの方いるかと思うんですが、ゲームウェーブという番組をやってまして、うん、その時に、タレントの伊集院光さんと浜村さんが、うん、浜さん光のちょっといい話っていう、大人気コーナーですよね、これ、はい、で、そのコーナーを演出してたのが、まあ、僕らの先輩の寺島さんなんですけど、はいはい、その寺島さんディレクションのもと、まあ、今回そのノリで、あ、寺島さんがやってんの、もちろんそのノリで、浜村さんと田中博道さんが14のことについて、トークをしてると。浜光って結構その浜さんがまだ世の中に出てないけど業界通だから知ってる話をちょっとこぼしていくよるのが売りだったじゃないですか。これもちょっと、これも FF の逆です、最新情報、逆、うん、逆、立場的に伊集院さんの立場が浜村さんで、浜さんが聞き役で田中さんが美味しい話をちょっとこぼすという、今こんな状態ですと。で、まあ浜村さんが結構鋭く突っ込んで、うん、このゲームの魅力を伝えていくっていうのがコーナーになってます。当然いつ出るんですか。14は一応サービス的には2010年から、まあ、ベータ版等を開始して、うん、まあ、まずちょっとそこはいつからっていうのは、発表されてないんですけど、まあ、2010年にベータ版開始みたいなことは言って、ハードは、ハードは、プレイステーション3と、まあ、パソコンでね、 PC、 うん、はい、そんな感じ。 X 動かないんだっけ。 X はまだちょっと情報的には出てません。まあでも PC で動くということはゆくゆくはきっとあるんじゃないかなというところはあります。はい、そんなわけで、まあ、今回もやり込み等はやってます。それから、アメリカザリガニの機械の体は、レッドファクションゲリラというゲームを挑戦しつつ、はい、坊主の丸々タイムも入ってます。俺たちとローリング内田の野球教室っていう感じで、ここはちょっと今回はだいぶ内澤さんの、まあ、神プレーが見れるという。内田さんと野球ってなんかあって、いやいや、まあまあそれは見てのお楽しみなんですけども、内田さんがとにかく大活躍する回なんで、もうこれはもう本当ローリング内田の回ですね。ローリングファンにはもうたまらない、たまらないという感じで、はい。それから、松島初音10月号、こちら例の、シューティング、激ムズシューティングを今回も初音、これこの前ポキャスト同時にやったやつですね。そうです、はい、それが挑戦が見れます、はい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 、そしてポノさんのね E3 レポートのパート2、パート2ですね、はい、こちらの方も入ってます。そして今回のですね、結構ちょっと目玉的な企画になるんですけども、ファミ通デラックス、それからファミ通 TV、 まあ人気の声優さんがですねそれぞれやってる番組があるんですけども、うん、ファミ通デラックスの方は鈴村、健二さんと下田麻美さん、うん、ファミ通、TV の方は、うん、神谷博さんと、うん、金田智子さん、うん、金友さん知ってるよね、まあ、G4 でそう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 お世話になりましたね。 その、お二人計4人が、番組の、面をかけてですね激突するというですね、
ゲーム大会をやってますので、そちらの方を今回ファミ通ウェブ DVD だけでしか見れない状態で、収録させていただきました。それぞれの携帯サイトではこれは見れないという、はい、そうです。この対決はそれぞれの番組の公開収録が同じ日に行われて、うん、最初にファミ通デラックスの方があって、うん、で次にファミ通、TV の方が行われて、うん、その真ん中の時間にこの普段はこう一緒にならない番組がウェーブ用に撮った、うん、ウェーブ用に撮ったと。でそれが今回入ってるという、宣伝もバッチリしておかないと。宣伝もバッチリ、お互いの番組にもしてもらって、なるほど、かつこっちでもするという、はい、声優さんの人気すごいですからね。すごいですからね。金友さんとか特にもうぶっ飛んでますからね。この中であのネッキーの格好してるんですけど、ネッキーの格好、ネッキーの格好してるっていう。ネッキー喋るんだ。着ぐるみ、着ぐるみっていうか全身タイツいや、すごいよ。確かいいお年でしたね。いや、確かいいお年ですけど、いや、喜んでそういうのやってくれる。彼女はもうそういうのは大好きで、お、うん、びっくりしちゃう。付き合えばいいよ。じゃあどうなんだろうね、金友さん。リアルに竹下さんの方を向くんだよ。おお、いや、まあちょっと俺最近あのなんかちょっと困ったら必ず竹下に相談するようにしてるからさ。お兄ちゃんだからね、みんなの頼れるお兄ちゃん。そう、俺にとってもお兄ちゃんだから。みんなのお兄ちゃんだよ。お兄ちゃんだから。そうだよ。あ、そうそう。うん、3P の話を聞かないと。あ、3P どうだったっていう。どうやってなだれ込むんですか。プロですか。プロも一回あるんですよ最初。おお。プロに一回女の子2人になって。おお。あ、これは面白いなと思って素直それ面白いなと思って、で大阪出張してたんで、はい、その時にちょっとまあクラブとか行って、その流れで女の二人ついてきて、でそのまま組んでたんです。そんなうまくいくもんですか。いや、もうそれ以外はもうないです。でもそれ以外はもうないです。そこ以外はあとその時は分かんないですけど、酔っ払ってたのもあるんですけど、はいはいはい、相手がたまたまで、大きいホテルだったんで、部屋ラブホで、いや違う、泊まってるホテルがホテルっていうホテルにすげえでかいんですよ。ホテルでよ一発のホテルで、一発のホテルで大きい部屋だったんで、はいはいはい、もうベッドもキングサイズぐらいドーンって、自由自由っつって、で女の子とそれでテンション上がって、キャーこの部屋、そこでも飲み出して、でその流れですげえ。変態のオズマさんどうですか、こういう話を聞いて。超嬉しい満面の笑み俺、男に俺の位置でもいいと思ってますもん。うそ、うんうん、キムとかで見えない相手がえー平井由美さんそうだった。お久しぶりです。お久しぶりです。まだ僕たちのラジオを聞いてくださっているでしょうか。はい、そうです、そうですそうでした、そうでした。こんな下ネタが僕たち大好きです。いや、先日は旦那さんとの初めての話もラジオでしてしまいすいませんでしたあれは滝下さんという方がそうですね、言ってもいいだろうというジャッジをなさったので、我々放送で紹介させていただきました、はい、そして今回も滝下さん発信の 3P 話ということで、松竹芸能、うん、とてもいい会社だと思います、はい、今後ともよろしくお付き合いください。はい、よろしくお願いします。はい、そして、これはまあの連載コーナーではないんですけども、今回ハイレベルチャレンジ企画と題しまして、あの木村ディレクターがですね、ギアーズオブウォー2こちらの方のコンテンツを日本版出ましたね、聞いていただきました。カジ君、うまいっす、ギアーズオブウォー2。カジ君中心に、まあ、ブンブンだったり、うん、あのマーク、あのスオミ君ね、うんうんうん、あの辺と上手い人たちだけ集まって、まあ、ギアーズオブを2に挑戦してるという。ギアーズ変わんないと思う。あとあの MS の何さんだっけ、辰巳さん。あ、そう、 MS の辰巳さんっていう、うん、もうプレー上手いんだよね、辰巳さんも一緒にやって、あの遊んでるという感じで、まあ遊ぶっていうよりも結構ほんとガチでやってて。対戦、協力、協力、いや、ホードってモードがありまして、それはあの例のナチゾンビモードとほぼ一緒、今流行りの海外でやつなんですけど、要はその敵が攻めてくるのを、プレイヤーたちは定位置に立てこもり、外からどんどん湧いてくる敵をいかに長時間その猛攻をしのげるかと、しのげるか。それぐらい、ホードはカウント50が上限なんですよ。でそれのクリアを目指すっていう企画です。まあ結果は見て、ただもうほんとそのほぼクリアに近い状態までは確実に見れるので、うん、え、なんで今みんな笑ったんですか。なんで言っちゃったんだよ。あ、そうか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 、本日発売ですからね、本日発売、まず見てください。とはもう本当そのプレーが結構みんな上手いんでね、
そこはもうぜひ見てください。近い状態ぼんやりぼんやりと確信をついてますけどもちょっと良かれと思ってすいません。まあぜひ見てください、ね、はい。そして、今回あの新コーナーも始まってます、新企画、翔英兄貴のゲームキャンプ。これすごいですね、はい、もう一度出演者の方のお名前いただいていいですか。翔英兄貴です。翔英さんです。あのいやこれハマりましたね。びっくりしちゃいました。僕も上がりを見てすごいですね、はい、本物ですよ。本物です。翔英さんが、はい、でこれあの翔英さんがどんなことをするのかというと、あの配信ゲーム、まあ、うん、Wii、それから Xbox360、うん、PlayStation3、うん、その配信ゲームの紹介と、うん、まあ、翔英さんがプレイするっていうところを兼ねて、うん、まあ、配信ゲームこんな面白いよっていうのを翔英兄貴が教えてくれるという。男のゲーム訓練所ってありますか、はい、そうですね。で翔英さんがあの全部こうミッション立てでですね、ゲームにもう最後までこう挑戦してくれてるっていうですね。絶対諦めなさそうですもんね。絶対諦めないんだよな、うん、これは木村さん現場行かれて、はい、どうでしたか、翔英兄貴第一印象は。めちゃくちゃいい人でしたね、とりあえず。いや僕らすげえビビってたんですよ、正直。あやっぱメジャーじゃないですか、なんだかんだなんだかんだって言わないですよ。だからなんか割とそのね、無茶させるんで、すげえなんか怒られたらどうしようみたいなんで、ビクビクしながら行ったんですけど、あどうもーって初対面からも、どうも翔英です、テレビで見るままの翔英兄貴が何でもやりますよって言って。最高でしたね、あの翔英さんは。ゲームキャンプ、いいタイトルですね。これは連載ということで、はい、今後毎月とは言えないけれども、ちょいちょいと基本的にあの毎月やってる方向で動いてます。いいですね、はい、ゲームキャンプ、はい、ぜひこちら楽しみですね。これ楽しみにしてください。もう翔英さんのリアクションにはだぞーっす。本当にだぞーっすか、はい、すごいなんだろうね、あの人すごい。もう多分どうですかこれって言ってるだけでもうこっちが笑っちゃうっていうか、ワクワクワクしちゃうっていうか、いやすげえ翔英パワーが炸裂している。楽しみですね、これ。はい。はい、そして、今回もハンター通信と題しまして、モンスターハンタートライの、コンテンツもやってます。うん、それから、ブンブン雫のゲーセンへ行こうは、うん、閃光のロンド、デュオというですね、シューティングゲームなんですけど、まあ、お互いこう、時期があって、それは対戦ゲームになってて、シューティングゲームの時期と時期が弾を撃ち合う。ほう、そういう、なるほど。それを紹介しています。はい。そして、あの、大人気コーナー、魔界村、今回もやってます。今回は、南まりかちゃんとですね。かわいいです、僕、タイプです。ほう、はい、この表紙に。そうです。ああ、ちょっとこのショートカット具合が、小島さん。はい。すいません。あの、もうそれ以上は言わないでください。あの、そういう。に似てる。ああ、ちょっと、そういうこと言わないでください。木村さん、どうでしたか、南ちゃんは。すごいスレンダーなスタイルがよろしい方で、ルパン三好のみだなーって撮ってるうちから思っていた。案の定タイプだと。そうですね。ただあのまあ木村ディレクター的にはそんなタイプではないですね。はい。そんなタイプではないですね。木村さんもだってタイプはソニンですよ。まあまあそうですね。誰ですかソニン。木村さん。でもね、そういう意味で言ったら今ついさっき撮ってきた魔界村の女の子は超タイプでしたね、僕の。何ちゃん。桐山るいちゃんっていう方なんですけど、18歳、H カップの。あ、それでさっき100センチが何だとか言ってたの。そう98です。そうそう、18歳で100センチ。ほぼ100センチ。まあそれはあの事後になりますからね。事後、先出しで今、うん、ちょっと言っちゃいましたけど、今ね、検索ワードランキングちょっと上がりましたよ誰じゃ誰じゃ、画像検索じゃ、そうね、H カップじゃ。はい、はいはい、そしてセブンビートチャンネルですね。7ビートチャンネル、ね、と、はい、こちらの方も、入ってますんでね。基盤屋行きました、ね、はい、基盤屋、はい、そんなわけ で今回のファミツウェブ DVD 10月号も、まあ、リニューアル第2弾的な感じですよね、はい、新連載が翔英兄貴のゲームキャンプが始まったというですね、はい、これ楽しみですね、はい、そんなわけで引き続きよろしくお願いいたします。はい、ちなみに本日発売、価格は、1150円です。休日の、はい、今回は240分、はい、120分で240分入ってますので、4時間に及ぶゲーム映像ということで、はい、はい、ここでお知らせがあります。9月5日、土曜日ですね、来週ですね、今上がってる、51回目から、100回目、こちらの方が、削除されます。もう
ね、あのダウンロードして取っとくないし、その辺の方をぜひぜひよろしくお願いいたします。そんなわけで、内容充実しております。ファミツウェブ DVD10 月号、本日発売、価格は1150円、240分、ぜひぜひ、お買い求め、お買い求めください。よろしくお願いいたします。はい、そういうわけでお届けいたしました。はい、ポチャクス186回目、はい、200回近づいております。コツコツと、コツコツと、お届けしたのはプロ続きと、ルパン小島でした。